ということで、早速これはもうわら切り抜刀斎さんのお店です。はい、8月1日オープンしました。はい、はい、じゃあもう楽しみにしてたんで、入りましょう。はいはいはい、こんにちは。はい、いらっしゃいませ。はい、お邪魔します。いらっしゃいませ。お言葉に甘えてご参加いただきました。甘えなくても来ますよ。ありがとうございます。なんぼでも、あの許可さえいただければありがとう。なんぼでも来ます。はい。なんぼでも。はい。はい。あ、どうぞ皆さん。はい。はい、この辺見てください。こっちが。もう、わら切りさんのチャンネルでもね、やってましたけども、はい。こちらがですね、はい。はい。天童の市内でございます。仕事が触ったとか、こういう感じになってます。あの詳しい説明はわら切り抜刀斎さんのチャンネルでやってますから、いつもありがとうございます。遠路はるばる、あ、どうぞどうぞ。ああそんな入れてくれた。端っこの方に。いや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 、ちょっとあのなんていう緊張と神聖な気持ちに。あ、やっぱりあちらの方にすごいものがあります。あ、そうですね。はい、刀をもうちょっと飾らせてもらう。よだれもんで、はい。やっぱとうとうオープンしましたね。あ、ありがとうございます。いやいや、もうなかなか。なんとかかんとか。すごいですね。もうちょっと後でじっくり見てもらいますけど、はい、あっちのコーナーがね、ちょっとすごい。さあ、ちょっと案内をお願いします。はい。まあ基本こっち側はもう全部剣道。剣道ですね。ですね。まあ大体その消耗品でいうと竹刀とか、うん、あと道着袴、うん、あと小手なんかは消耗品なので、うん、小手は結構数多く揃えてて、まあ面とか、あの小手はやっぱどうしても擦れるんで穴が開いちゃったりするんですね。で修理も効くんですけど、やっぱり何回も修理してるとダメになっちゃって。そうなんですね。はい、はい、今ちょっとハプニングというか、まあちょっとあの宅急便が届きまして、はいはい、今ちょっと撮影中断したんですけど、なんとこのうちが取材襲撃してる間にですね、わら切りさんに、はい、プレゼントが来ました。視聴者プレゼント、うん、視聴者プレゼントはこっちからじゃないかな。視聴者さんからわら切り抜刀斎さんにプレゼントが通りました。はい、すごい。しかもこれ絵描いてある。これ絵描いてある。すごい。刀の絵と。かわいい。これとこれ同じですか、完全に。あ、そうや。本当だ。大ファンの方ですね。ね。しかもイケメンじゃないですか。イケメンです。実物の方がもうちょっとイケメン。こっちですかね。でも似てる。そっくり。それ髪型だけじゃない。この武州道メインイベント、メインコーナー。あ、メインコーナー。メイン、まあいろいろ剣道のね、まあ、某いろいろやってるんですけれども、まああの私としては、まあ、メインコーナーだ。そうですね。はい。思いますので、はい、ちょっとあの案内して。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。静かにしなあかん。いや、あれで、唾が飛んだらあかんねん。あ、じゃあ一番あかんやん。ガラスだから大丈夫。そうね、じゃあパパ吐きといて。おい、唾飛んだらあかんねんやったら。はい、じゃあどうぞ。こちら、いやー、まあちょっとまだ数は少ないんですけど、まああと一振り売れたりねして、まあ、これからもうちょっと数は増やしていきたいなとは思ってはいるんですけれども、まあ古い刀から現代刀まで、はい、これ上は一番上のこちらは新作刀で去年作刀した刀なんですけど、文後の刀です。ほう、文後の刀、大分。あ、大分。あ、文後水道とかっていうところ。そうです、大分の刀鍛冶さんが作ってくれて、で、はい、この方も新作と、うん、あの受付してるので、あの注文落ちできますよっていう、はいはい、見本というか、はいはい、まあ、この脇差しも欲しければお売りはできるんですけど、はい、あの注文落ちの見本という形でちょっと置かせていただいてます。はい、であと担当だったり、あのちょっと長い刀で、うん、あのこしらえ付きのものと白鞘のものとっていう
たちだったりで、まあ、今ちょっとオープン記念特化で、はいはい、やらせてもらっているんですけれども、はい、大体みんな30万キロぐらいのやつが多いですかね、刀でも、はいはい、でこっちが、2代金貞です、はい、担当ね担当、はい、でこれが薩摩の波の平、これも結構有名な刀なんですけど、まあ、無名ですけど波の平の極めがついてるっていうものですね。でこちらはちょっと私の所有物なんですけれども、はいはい、一刀両断 TV 展をちょっと小さいんですけど、はい、開催させていただいておりまして、いいで一番奥がの刀がお兄さんの刀です、ね、はあ、片中じいさんのお兄さんの、はい、刀両断 TV というチャンネルがあるんですけれども、はい、その片中じいさんっていう刀匠の方のお兄さんの作品、はい、すごいな。で手前が片中じいさんの作品ですね、はい、これちょっとぜひ見てください。で一番端っこ右端がおじいちゃんですね、うん、平作りの担当、はい、これがおじいちゃん、はいはいはい、どこにありますか、ね、これあこれどこにありますか、すいませんじいちゃんの刀がって書いてます、すいません、無関差刀匠ですね、はい、でここの手前にある小塚は、はい、私と薫殿が、はあ、刀中じいさんのところに行って焼き入れ体験をさせてもらった時の小塚なんです、はい、これねこれね、すごい、手前が薫殿が焼き入れしたもので奥が私が焼き入れしたものです。すごい、なかなか2つともいい感じじゃないですか、はい、ずっと折れるわずっと折れる、すごい刀、すごいね。でこっちは関の刀、はい、関の末関古刀の関物ですね、はい、はあ、私田舎が岐阜で、はい、あの美濃の方なの、ああはいはい、はい、ってことはもう郷土刀です、そうですね郷土刀ですよ、ね、はい、あじゃあもうこれいいですねですね、はい、ちょっとまあまあ最も恐れている、はい、刃文がやっぱ尖り刃が入ってたりして、入ってますね、もういかにも美濃っていう感じの方なんですよね、はい、はい、取りますね、で手前が、うん、初代三好長道、で会津の刀です、あ会津、はい、これもすごいですね、これは特別保存がついてて、お、はい、でこしらえも多分当時のこしらえなんですよ、はあはあはあ、昔の武士が指してたこしらえですね、すごい刀に反射して私映ってるもん、はあに鏡やもんなほぼ、うん、いやこのほんまに皆さんこうやって見に来たらこう肌がね見えるんですよ ね、 すね、ちょっとカメラだと見えないんですけど、カメラだと本当にあれなんですけど、どれ見えてる、いやカメラで見えないんだわ、ちょっと横こう見てみ、横こう横にこう肌っていうかこう銀色のとこあるやん、あそこでこうほら肌が見えへん、ほら見て、これ見えてないん、見えてるかな、いや多分カメラじゃ難しいと思う、難しいか、うん、じゃあ目の超えた人は見えるということで、うん、いやすごいよ、どうもずっと見てられるもんな、綺麗すぎる、うん、なんか吸い込まれるのよね、うん、ほんまに、はい、でこっちの奥が大和の神忠幸という、すごい名前だけでも、すごい、大和殿っていうことはあの奈良のあの山、あそうです、山の奈良殿で
五加減です。じゃあ五振り揃えないと。そうですね。いや揃える気は私はもう満々でございます。頑張って働きます。頑張って働きます。はい。どうした？ちょっとそのこれも言ってみようかな。ちょっとこういろいろご相談して、はい、一振り、はい、あの一応お願いしているものがあるんですよね。ああります。はい。これまたちょっと動画で動画になってると思うんですけれども、はいはい、よろしくお願いします。おちょっと俺映ってんの。はい、マーキーさんとしてた。あ、はい、ちょっとご相談をして、山本道場のもう守り刀を道場刀です、ね、道場刀、はい、をちょっと作っていただこうということで、これも、詳細、および段階はこうちょっと動画にしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします、もう一瞬で決まっちゃいましたかね、はい、決まっちゃいましたね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ下は、下はまあ刀装具ですね、鐔とか、はい、目抜き、縁頭、はいはい、郊外小塚など、はいはい、これ凝ってきちゃいますよね、自分の刀ができたら。やっぱりこの刀身もさることながら、うん、こういう小物とかもやっぱりこだわると結構いろいろあって目移りしちゃうというか、ね、はい、そうですね、はい、いいわこれ。やっぱこう職人が手作りしたものっていうのはいいですよね。いいっすよ、ほんまに、はい、こっちは、こっちは目抜きですね。いや、塚の持つところに入る部品。へー、きれいやろ。もう糸巻いちゃうからね、ほとんど見えなくなるんですけども、うんうんうん、見えないところにもこういう細部にこだわった作りになってて、やっぱり昔のね武士のこだわりというか、うん、こうおしゃれですから、うん、昔はその刀も、チームで、はい、ほらこの持つところ、ほら真ん中のこれ、ああなるほど、うん、そこにこれがそれなんです、これね、はいはい、ここにちょっとおしゃれをするんですよ、こうやって、なるほど、変えたり、てめえには分からないやろうけど、まあ、この目抜きを入れることによってこう手持ちが良くなったり、ああちょっと盛り上がる、はい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 、すごい、こういう小物だけでも見てて楽しい、楽しい、飽きないですね、楽しい、はい、揃えたくなっちゃう。揃えましょう。割り切りさんね、もうこうやって切るだけじゃなくて本当にこういう細かいそのお仕事とか、修理とかのね、刀のね、あ、まあそうですね、つかまきとか、こしらえ、とにかくすごいんで、もう本当にご用命を、はい、もう刀というのかね、そうですね、はい、お願いしたら、はい、まあ買うだけじゃなくてそういうアフターフォローっていうのが結構やっぱ大事になってくると思うので、うんうん、いいっすよね。だから例えば何かの形でこう手に入ったんだけど、はい、これどうこうちょっと保存したらいいかとか、どう手入れしたらいいかとか、あ、ね、迷ってる人もね、分からない人もいると思うんで、はい、私お客さんでもこう刀持っててちょっと錆びてるんだけど、これは研いで保存するに値するものなのかどうかっていうのが判断つかないから見てほしいとかっていう相談があったり、何でもいいのでそういうご相談あれば、はいはい、もうぜひお願いしたらいいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、さて最後になんか、僕にぴったりのなんか練習道具があるとかいうことを聞いたんですけど、見ます、はい、それは僕にぴったりと言われれば、しょっちゅう私に LINE をくれるじゃないですか、はい、で成績を何本素振りしましたって、はい、随時報告してくれるじゃないですか、俺より素振りしてんなって。いや、おかげでちょっとね、いや、どうすごいたくましくなりましたよね、はいはい、飯もうまいし、はい、ちょっと何を目指してんのかなと思って、そうなんですよね。次素振りってこっちの素振りじゃないっすもん、ね、いやね、そっちの素振りはもうやり方分かってるんで、やっぱこっちの素振りが分かってないんで、はいはい、お会いした時に、はい、シュンっていう肩の素振りの音ね、はい、あれやっぱちょっと出したいなと思うのと、なるほど、次やっぱり、まあ、切りたいじゃないですか。まあ暑い間はね、はいはい、ちょっと無理ですけども、ちょっと涼しくなったらまたお願いしようかと、はいはい、その時に、
もうなんせこの間最下位でしたから、はいはいはい、まあ、一応優勝したいなと思ってますので、はい、その意気込みでやっておりますので、はい、それをちょっと報告してたら何やらあのちょっと面白いことあるよということなので、はい、いや模擬刀がもう軽く感じる、軽いんですよおっしゃってたんで、もう全然ね軽いんで、はいはい、あのこれはちょっとステップアップしないといけないな、 ありますか、はい、じゃあ思ったんで、はい、はい、ちょうどこちらにね1本だけ残ってるこれ木刀ですか、これは素振り用の木刀なんですけど、はあの普通木刀ってこう持つところからこうだんだん細くなっていくじゃないですか、はい、これ逆にあの太くなっていく木刀でして、これあの船のこのあれみたいなにも使えるかもしれないです、すごいですね、使えんねや、あこれ2本買ってじゃあちょっとこれで船を、なるほどいやいやめっちゃ大変、素振りにし素振りしますよ、重くない2キロ近くあります、ね、1.7、7、8キロぐらい、いや全然太さ違う、刀 の, あのいつも素振りしてる模擬刀の多分2倍ぐらいありますね、なるほど、なかなか先生は次のステージに行く時にもうすごいもの用意しますね、まあ、私も学生の時酔っ払これ振りましたから、あ、はい、いやいやこれ先生に出されたらもう入りますあ、その前にちょっと脱いでいいですか、はい、あーい、いや今まで見せてなかったわーすごい、なんとですね、カオル殿からあのさっきの製作所のご説明を、まあ、郡山にある向山製作所っていう、はい、向山製作所さん、はい、まあ、お菓子屋さんというか生キャラメルが有名な、はい、お店があるんですけれども、はいはいはい、まあ、そこのポップコーンを、はい、カオル殿がぜひということで、おお嬉しい、キャラメルポップコーン、うわっこれさ、あめっちゃ好きなやつや、絶対美味しいこれ取り合いだね、これちょっとさ言わせてもらうとさ、あのママンと私がいつも言うこれオール当たりじゃないですか、オール当たりですよね、これはやばい、これはやばいな、うん、さあ、はい、本当に違うチャンネルではございますが一番気になってるものがございます、はい、はい、それでは今日届いたものを、はい、全く友情チャンネルではありますが、はい、すごいっすね、すごいっすね、愛だ、本当に愛ですよ、可愛い、ね、なんかめっちゃちゃんと下書きみたいなもん、はい、ね、めっちゃ俺のこと大好きじゃん、本当、ね、ないですだってご本人より男前に書くって相当ご本人の方が男前ですよ、いや、なんか言ってくださいいや、それはあのコメントなんで、なんかね、ハンドメイド品らしいんですよ、へー、ますます、はい、俺のぬいぐるみとか出てきたらどうします、いや、めっちゃこれでも今マジで中身知らん状態に撮ってますからね、はい、もう本当に壊れ物って書いてる、あ、ほんまやな、壊れ物、ああ、予想、予想、器、器、私も持ってんな、今マジ作った、なんかお皿壊れるもんやもんなお皿作ったなんかあの焼いたもん、お土産屋さんみたいな、焼いたなんか、そうか、これこの今書いてくれてこれがボンって大きくプリントされてる器かもしれないこれそれすごいな、ママはなんと、私ね、でもそしたらなんかお店に関わるなんかも、そうやね、私も思ってん、そうやね、なんかあの残るような、え、なんか使えるやつなんじゃないんかなって勝手に思ってきた、完璧、完璧な梱包でしょ、ね、あ、もう出てきますよ、それこれがこうですから、はいはい、時計、え、でもなんかお皿みたいに見える、時計じゃないの、え、待って、時計じゃない、小判みたいなこれすごいっすよ、え、何ですか、これすごいっすよ、あ、何それ、分からへん、え、使っ、あ、あれ違う、お店のそれや、
え、あ、すごい、すごい、うわ、唾だ、一番出ないかも。俺ちょっと寒くしてもらう。寒気ない、寒気え、めちゃくちゃ寒いです、すごい。てか答えあった、目の前に素晴らしさ、クオリティ、すごーい、ちゃんと刀に入ってる、すごいこれ、え、こんな愛ある、すごくない、うわ、これすげえわ、しかも裏もちゃんとね、うわ、ほんとだ、裏はわら切り抜刀斎仕様にしました。え、すごい、ちゃんと切れてる、わらが、そらえ、うまいわ、そうやな、はあ、すごい、すごい、うまいな、しかもこう刀、厚刃掛けも、わあ、すごい、なんか良き日って感じね、はい、中も、中もほら、見えます、うわ、ほんま、待ってして、切り口まで、この切り口がちゃんと藁に見えるように、そう、そう、ほんとそう、見えないところまですごいこだわってるんですよ。こだわってますね。ここの上もそうっすよ。うん、そう。これちゃんと層になってる。ここも。うん、ここ。あ、下もだ。素晴らしい。素晴らしい。いやー。こんな見えないところまでね。本当です。綺麗にやってくださるのってやっぱ本当職人技ですね。ね。いやー。素晴らしい。ちょっとびっくりした。はい、本当です、本当です。ありがとうございます。すごい、もう愛しかないですよ、これは。これが末席の。うわ、綺麗。やっぱ石物ってこういう傷が、ね、出てるのが多いです。古い方の。ここもやっぱ見どころの一つですね。いや、そうですよね。はい。やっぱね、肉眼で見るのとこれで見るのは全然違う。はい。石の刀です。はい。かっこいい、もう実際に見ると、うん、本当に吸い込まれる感じ、うん、なんか、うん、美しさに、すいません、うわ、僕これ好きこの刃文めっちゃやばいな、こう煮えがすごいですよね、煮えついてるね、煮えつくで、姿もうまいですし、切っ先の形もいいですよね。うわ、僕これほんまこれ好き、はい、これだったらまたしてもらってもいいですか。あ、どうぞ。さっきは僕手袋してなかったです。鉄のところだけど、これは僕一日見てますこれ。刀からもっと修行してからっていうことで。これいいっすよね。これいいです。これできんですよ。どうだ。これもめっちゃ素晴らしい、はい、皆さんこれは非売品でございます。そうですね、はい、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます。なんか息止まるな、ほんまにピリッとしますね。幸せでございます。よかったね、ほんまに。あとさっきちょっと紹介するの忘れたんですけど、刺繍自前で、あ、はい、やりましたんで、はい、はい、ありがとうございます。
持ち込みの刺繍も全然できますから、はいはいはい、こういうあのパーカーとか、うん、シャツにこういうものを入れたいんだなんていうやつも全然、お文字から、こういうキャラクター、はいはいはい、みたいなやつまで、はい、全然できますから、はい、まあ、ここに色もいろんな色あってこっちのミシンで、うんうんうん、できますので刺繍だけでも全然もしかして、はい、山本道場の、はい、チャンネルロゴってあるじゃないですか、ええ、あんなもできますできます、うわお一個ちょっとどっかやってもらおうかうまいなデータがあれば、はい、例えばワッペンだとか、はい、そういうのも、はい、そうですね、はい、いいないいなこりゃいい出会いだわ何でもしてくださるな、ほんまにな、はい、すごい、そういうのもぜひご用意いただければ、はい、よろしくお願いいたします。